的に当たる音が頭に響いて、あ、すごいかっこいいなって思って、楽しいって思えると自分はなんかどんどんやる気になって、それをずっと続けたいって思いがあって、弾いて弾いて自分が満足するまで弾いてっていうのをやり続けてる感じはします。今回の未来期待協会は、弓道に情熱を燃やす愛知県立幸田高校志賀秀貴選手を紹介します。中学校では、県大会は優勝できたけど、コロナの影響で、全国大会がなくなってしまって、それのリベンジを兼ねて、高校でもっと上を目指していければなと思い、僕は弓道部に入りました。大会は中止だったものの、全国大会の出場権を得る実力は折り紙付き。高校1年生の時には西三河支部弓道選手権大会個人で優勝。練習はなるべく崩さずに同じ射形をして、その自分のリズムとかも一定にさせて、矢の飛ぶ方向とかそういうのもいろいろその考えて、試合では自分が打ってない時に他の高校のを見て、自分と似てるところがあればその自分の射を見てる感覚で見て、そのああここが違うんだなとかも見たりして、その自分のものにすることを、意識はしてます。部活動の練習に加えて試合からも学び、さらにやってる人もいると思いますけど、家でゴム球を弾くことを一応してて、自分で動画撮って見てるんですけど、自分で自分の射形を見てそのどうしようかとは考えてます。弓道と真摯に向き合い、高校入学後も結果を残しているんです。そして志賀選手が大事にしている射形とは、和弓を用いて的を射る一連の所作のことです。これは射法八節といって弓道の基本動作となっています。的までの距離は28メートル、的の大きさは36センチ、的に当たると1点、外れたら得点はなしというシンプルなルールがゆえに、弓道において射形は一定に保たなければならない大事な要素なんです。そんな中、志賀選手の特徴を顧問の藤田先生に聞いてみました。恵まれた体格を生かして弓を大きく引いて、その鋭く放すということができる非常にレベルの高い技術を持った選手であるというところが彼の優れているところかなと思います。また弓道は対戦相手が人ではないため、選手のメンタルがとても重要な競技なのだと藤田先生は教えてくれました。それはレベルの高い技術を持った志賀選手も例外ではないそうです。今回の取材前日に行われた練習試合では、的中率が悪かった志賀選手、調子が上がらなかった理由を聞いてみると、あれがダメとか、あ、ずれてるとか考えすぎると、その全然射に集中できなくなって、考えることが多すぎてなんかもう何にも集中できなくなっちゃうんで、このような状況において仲間からのアドバイスや何気ない言葉が調子を上げるきっかけになるといいます。志賀選手も認める同学年の平松選手はこんなことを話してくれました。弓道必ずと言っていいほどブランクがあって、当たる時と
当たらない時の差が必ずどっかしらではあるので、ちょうどそういう時期なのかなって思いますね。ちなみに2人は違う中学校出身、大会ではよく顔を合わせていたそうです。ライバル関係にある2人、アドバイスを掛け合うことをどう思っているんでしょうか。中学校の頃がそうだったんですけど、そもそもそんな男子の中では全然ライバルとかいなくて、ただ先生に言われた通りに、ただ的中を求めてただひたすらに引くだけって感じになってたんですけど、そのライバルがいるってことは高め合える仲間でもあるので、お互いに指摘し合いながらそのどんどん上手くなっていって、その後々の大会とかを目指せるような仲になるので、ライバルは必ずあった方がいいのかなと思います。一人では越えられない壁もライバルがいれば越えられるというものです。互いに刺激し合い高みを目指す仲間なんですね。もちろん志賀選手も同じ考えで、気づいたことがあれば部員にアドバイスをしているんです。当たんなくて自分がその落ち込んでた時も、周りが助けてくれたおかげで今そのやっていける、その弓道の楽しさがあるっていうのがあって、弓道は個人戦って言われるのがよく多いんですけど、でもそういう時こそなんかチームっていうのがとてもいい力を引き出してくれるなっては思っています。そんな経験もあってか、チームを意識するようになった志賀選手。入部当初は中学時代のリベンジ、いわば個人としての思いだったにもかかわらず、今はチームのためにという考えに変わっていったのです。個人だと一人だけみたいになっちゃって、部活動もあのお前強いじゃんみたいな話になって、他がやる気なくしたりだとかする可能性もあるし、団体戦で勝つとなんて言うんでしょう、チームで勝ったって、だからそのチームが全員が強いっていうのを、まあ、僕は目指したいなとは思ってます。この気持ちの変化は志賀選手にとって今よりも強くなるきっかけの一つになるに違いありません。最後に改めて目標を聞いてみました。個人戦だけでなく、団体戦で幸田高校として、大会に勝つことです。幸田高校弓道部、今後の活躍に期待し、ハイスポは頑張る志賀選手を応援します。